どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回はですね、私マンションマニアが今一番欲しいマンションはホゲホゲであるという、この恋きらめく恋もみじ激しく燃えるというところですね、語っていければと思います。で、動画や記事、そしてもちろんご相談業務においてですね、できる限りの客観性というのを大事にして活動をしております。ただこの動画に関しては完全に個人的な内容のため、客観性というのはゼロになる旨ご了承いただければ幸いでございます。もう日記的感覚で勝手ながら語らせていただきます。で、今ですね、もう本当にこうマンションの価格がこう高くなっているっていうところですけども、ただまあやはり売れない物件、売れる物件っていうところの二極化はどんどん激しくなってるだというところで、売れるのはパッと売れる、でも売れないのはなかなか売れないっていうところで、私の方も売却のプロデュース商品をですねやらせていただいていて、そこでもやっぱ本当に落差がすごいですね。その差が大きいですね。売れる物件だともう本当にこれでもかと売れますし、難しい物件だとなかなかっていうところで、ここはもうもちろんいくらで出すかにもよりますけども、本当に二極化がなかなか激しい時代だなと。これまでも人気だったものはもっともっと人気になっていくというようなこう印象を受けるマーケットになっておりますけども、まあマンションの価格が上がっているというか、円の価値が下がっているというのかっていうところですけど、なんかいずれにしてもこう何も持たない、ポジションセットしていないのが本当に逆にリスクなのかなっていうところで、もちろんですね、住むために買うマンションなので資産形成、資産性を最優先する必要はないもののですね、やっぱりいつもお伝えしているところですけども、満足した生活を送りながらも資産形成できるマイホームと住宅ローンっていうのは本当に最高だと思います。私は住みながら投資とですね勝手に名付けておりますけども、まあマイホームに対して住みながら投資とはどういうことよとですね、そう思われる方がいらっしゃるのは重々承知してます。ただ私はやっぱ借金をして買う以上はですね、ある程度は資産性はこう見ておいた方がいいんじゃないかなというふうにご相談様にですねアドバイスすることが多いです。新築マンションの供給戸数がこう減っている時代ですけども、でもまだなんかちょっと迷えるぐらいにはこう出物があるっていうところで、なんかまだ幸せな時代ですよね。これだから価格が高かろうと供給はまあしてくれてるので、なんかそれをもうありがたいと思うべきかなっていうところで、いつまでもあると思うな新築マンションみたいな感じで、こう新築 VS 中古なんてこう今選べる贅沢があるだけでもすごいことで、もう供給してくれなくなったら迷うことすらかなわなくなりますので、なので、まあ、デベロッパーによりますけども、特に大手系なんか、まあ、野村君さんと住宅比率高いですけど、結構もう他の事業で収益取れれば分譲マンションっていうのが、まあ、あんまりやってくれなくなっちゃう可能性もありますもんね。なので、まあ、いずれにしても買い手にとっては結構きつい時代なんですけども、まあ、それでも私自身もですね、マンションマニアというところで、先日もですね、11回目に購入した新築マンション、滞りなくですね、契約終えてきましたけども、もう一軒ですね、欲しい住みたい新築マンションがですね、あります。なんでこれだけ結構、厳しい時代なんですけども、やっぱり欲しいマンションには出会うんだなって、前よりは少なくなってますけども。供給が少なくて価格が高騰しててっていう。あとは私自身の目が肥えてきたっていう。生意気ながらもですね、目が肥えてきてしまってはいるので、っていうとこありますけど、ただ、私の場合はっていうところなんですけど、価格高騰に関しては結局ポジション持ってるので、買う側も値上がってる。
でも自分が持ってるのも値上がってるので、そこはトントンですね。これは私以外の多くの方、ポジションセットされてる方はそうですね。持ってない方だとただただ上がっちゃってるって感じですけども、買う側が上がっちゃってるだけですけど、ポジションセットしてる方は自分が持ってる物件も上がっていて、買う側も上がってるので、結果としてはトントンになるという方が多いんじゃないかなと思います。でそんな中で本題というところを行かせていただければと思うんですが、もうめちゃくちゃお気に入りの新築マンションが今ありまして、前々から目はつけてたんですね、だいぶ前から。ただこうモデルルームが公開されて、価格スペック面とか、まあ、細かい部分が世に出てきて、完全に惚れました。もう私好みですというマンションがプラウドタワー相模大野クロスでございます。もう前々からいいないいなと思ってたんですけど、モデル見学後にですね、マンションカウンターの、開脚宅建士ゴージャス重野さんにですね、いやプラウドタワー相模大野クロスめっちゃ良かったですよって話したら、やっぱりと、マンションマニアさん向けのマンションですからねっていうところで、まあ本当に、まあ、ゴージャスさんは私の好みを知ってるので、もう本当に好みすぎるんですよね、私好みすぎると。で繰り返しになりますが、この動画の内容に客観性はないっていうところですけども、プラウドタワー相模大野クロスのメインブログの記事と YouTube 動画、もちろん別途でアップいたしますので、そちらは客観性大事にしてます、おりますので、そちらも合わせてご覧いただければ幸いでございます。なんかもう、良すぎて当日のことあんま覚えてないんですけど、動画の元データがなんかすんごい3時間もっとありましたからね、すんごい長くて、それを3分の1、4分の1ぐらいにカットして、なんとか1時間くらいに縮めたっていう。ところです。30分ぐらいの動画になんとか収めたっていうところで、カットした部分の多くはなんか私がいいいいとか言ってるだけなんですけども、本当に良かったなというところで、なので、まあ客観性が微妙なところはカットしたっていう感じになっています。なのでそれもあって改めてですね、この動画を撮らせていただいているというところになります。なんか分けた方がいいかなというところです。でこの動画では私マンションマニアがプラウドタワー相模大野クロスになぜ惚れたのかっていうのを、これも勝手ながら共有させていただければと思います。もう語り出すと半日では済まなそうっていうところで、なのでできるだけ短くはですね済ませて いきたいと思います。でまず一つ目はシンプルに立地がいいからです。で私決して駅近にこだわるタイプではないです。ただ今作は立地が神というところで、相模大野駅からですね駅ビルとコリドー街を経由して徒歩4分で、信号もなくてほぼほぼ屋根があります。駅とコリドー街の間と、あと物件のエントランス周りがちょっと日差しなくなっちゃうのが、屋根なくなっちゃうのがちょっと惜しいんですけども、ほぼほぼ屋根ありになってます。めちゃくちゃ歩きやすい道のりです。でさらに物件の下駄部分と足元の部分にですね商業施設入ります。でそこを何が入るかっていうのは、まあ、ギリギリにならないと発表されないと思うんですけども、搬入経路とかあるのでスーパーマーケットになる可能性はあります。多分立地的にカフェは入りそうなんですけど、スーパーマーケット入ってくれるとより便利かなっていうところです。で元々は伊勢丹の相模原店があったっていうところで、まあ、それゆえ駅から近いです、便利な場所です。でもそれだけじゃないんですよね、背中側に中央公園があると。なので物件の正面はこうわちゃわちゃしてて便利なんだけども、背中側は静かっていう、で公園が近いだけじゃなくて学校も近かったりとかで、駅近、便利な駅近なのに住環境も整っているっていう、もうここですよね。だから相模大野のそのわちゃわちゃの中心に立っちゃうと全方位わちゃわちゃなんですけども、今回は背中側が静かなので、もちろん音は上に上がってくるので通り沿いの音とか、まあ、若干は来るにしても、反対側にもタワーマンションなので全方位に部屋があるので、
北側を選べば、あんだけ便利な立地なのに静かめな住環境も得られるっていうところで、あと個人的にあんま気にはならないんですけど、今回は前作の先輩物件のプラドタワー相模大野ですね、無印プラドタワー相模大野が線路沿いでしたけども、今回は線路からしっかりと離れます。その代わりちょっと目の前交通量はありますけども、それが嫌なら背中側を買えばというところです。で、これはメインの動画でもお伝えするところですが、本当最大のウィークポイントと言っていいのは都心距離ですね。16号の外側ですので、都心からは結構遠いかなというところです。小田急は一部ロマンスカーも止まったりで便利ですし、まあ、渋滞がきついのはちょっとあれですけども、16号線もありますので、こう電車と車合わせて、まあ、アクティブに行動できるかなと、まあ、ちょっと私がもともと大野が好きなので、よりそう思う部分はもちろんあると思うんですが、本当に今回は立地が噛みすぎます。で、次ですね、商品力が高いからというところになってきます。で、個人的には愉快フル見たかったっすね。残念、やってくれません。いやー、特になんか地権者さんがいっぱいいる事業ではないので、やろうと思えばできたんだと思うんですけどもね、まあコストの問題ですかね。愉快フルはやってくれなかった。惜しい、本当に惜しいっていうところです。もうそこが、いやー、野村さんの物件なので、いやー、愉快フル見たかったですけどね、ちょっとそこは個人的には本当に残念な部分っていうところにはなってきます。ただ内廊下ですし、各階ゴミ置き場ありますし、あとは私自身はハザードマップ全然気にしないですけども、相模の大地でハザードマップでは色つかないですけど、ちゃんと免震構造にはなってますと。で、外観デザインも角部分がダイレクトウィンドウになってて、なんかザ・タワマンらしくてかっこいいなと。で、室内も頑張ってます。まあ、本当床屋がないのは惜しいんですけども、ディスポーザーありますし、まあ、トイレ、テレカウンター、ロシエトイレとか当然ですし、玄関前カメラ付きのインターホンと、あとちょっとオプションにはなっちゃってそれなりに値段するそうなんですけども、玄関上を生体認証機能付きのやつにできるっていうところです。なので、その生体認証だけで開けるのも選べますし、ダブルロックも選べるってことですね。電気異常とさらに生体認証もないと開かないっていう、そういうダブルロック的なのとしても使えるっていうものも入れることができます。玄関部分なので最初から管理契約に入ってないとできないことなので、それはありがたいですね。お金払えば最新の電気場にできるというところになってきます。で、構造はまあもちろん二重か二重天井っていうところなんですが、下がり天井も少ない工法になっていて、階数にもよりますが、低いところでも基本天井高っていうところだと2600です。で、サッシ高もまあタワマンにしては最低限です。最低限であるんですが、ただ2100です。なので普通の板前よりかは高いです。コーナーサッシのところも同じサイズ感なんですけども、足元からぐっと伸びてきてますので、で、コーナーサッシ非常にそのサッシが豊かですので、特に角重工なんかはですね、まあ、2100と2600なので、その落差50センチっていうのは結構あるんですけども、その分横には窓が長いので開放感あるんじゃないかなと。で、あと今時ってところでいきますと、ゼッチ取ってますし、あと低炭素のですね建築認定っていうところのこの今時感と、あとハルミフラッグとかでも採用されてたエネファームですね。なので光熱費が抑えられるっていうのはもちろんですけども、停電時とかも強いと。そして商品力のところでも、ここは本当に私にとってはですね非常に大きいポイントですけども、伊勢丹跡地だからこそできたという1階と地下の平置き駐車場です。機械式はないです。1階もしくは1階もそれ屋根あります。もしくは地下の平置き駐車場で、さらに全区画が EV 充電対応になってます。全区画でございます。
で、使った分使う量に合わせて払うシステムっていうところで、まあ使わない人が別に損をするっていうこともないと。そして野村不動産ですので、愛のある抽選方式っていうところで、駐車場の抽選と部屋の抽選っていうのを同日にやりますと。で、例えば私みたいに駐車場あったらマンション、その部屋も欲しいっていう人は、万が一部屋は当たったんだけど駐車場が外れちゃったと、その場合部屋の契約をしなくて OK です。これは本当にありがたいですね。一般的な多くの新築マンションっていうのは、部屋を買いました、契約しました、で竣工の、まあ、3ヶ月とか、まあ、半年弱前ぐらいに駐車場の抽選をします。そこには当然売り主も参加します。で、売り主が参加するっていうのは部屋が残ってた場合ですね。で、そこで外れちゃいましたと、駐車場外れちゃいましたってなった時には、当然部屋を解約しようとすれば手付金放棄になってしまいますので、敷地内駐車場がマスの人からするとすごいギャンブル的要素があって、私も11回目の購入の新築マンションがそれなんですよ。まあ、それまでしてでも欲しかったんですけど、なのでこの間滞りなく契約はしてきたんですけども、もし11回目に購入した新築マンションで駐車場が外れてしまった場合、私は住みません、だから住めないっていうところですよね。駐車場がマストなので結構ギャンブルなんですよね。そこ不安ですね。住みたいです、住みたいんで絶対当てたいんですけども、当たる確率 50% ぐらいかなっていう感じですね。営業さんの話聞いても意外と駐車場希望者は多いというところで、なんで 50% の確率で住めなくなってしまうリスクもあるっていうところで、まあ本当そういう感じなのが多いんですよね、新築マンションっていうのは。ただ、まあ、野村不動産は他の物件でもほとんどがこの方式ですけども、ちゃんともう同日にやって、駐車場マストの方は駐車場が当たったのを確認してからご契約くださいっていう、すごく優しくないですか。本当野村さん、これ他の会社も、まあ他の会社もこれでやってくださいよっていう、いや野村さん素晴らしいですよね。駐車場が必要ですっていう方に対しては、それに対してその人に対して何か優遇倍率をつけるっていうのはもちろんしないできないですけども、まあ、特定のプレミアムとかでなければですね。ただ外れちゃった場合は部屋契約しなくて大丈夫ですっていう、これ買いやすいですよね。もちろんどっちも当たるのがハッピーなんですけども、買った人を後悔させないっていうところですよね。悲しませないと言いましょうか。で、今回地下駐車場行く場合は15階から乗り換えになっちゃうのはちょっとウィークポイントなんですね。通路1階で歩かなきゃいけないので。ただまあ贅沢ですよね、あの立地で。もともと伊勢丹の地下部分があったからこそできたっていうところで、新たに掘ってだとできなくはなくても、コスト的にはやらなかったと思いますので。私も数多くのマンション見させていただいてきてますけど、近郊郊外のタワマンで平置き駐車場で地下駐ってこれ神ですよ。しかも EV 充電対応ですからね、全区画すごいですよね。で、全長は5000と5300なってたりするので、まあそこは、まあ、ロング欲しい場合はそこを希望して当たったかどうか確認してからも行けますし、まあ最近はどちらかっていうと背の高さ気にする方多いと思うので、ハイルーフはどこも対応してますので、いや非常にいい駐車場っていうところです。なので商品力の高さ全体的にですけど、その中でも一番いいのは駐車場部分という形になります。そこが非常に気に入っております。そして次、住みたい間取りがあるってところです。ここも大事ですね。私も間取り結構こだわりありますので、で個人的には今画像の方を差し込めればと思うんですが、 L タイプっていうのに惚れております。で、そのなぜ L タイプが気に入ってるかというところでいくと、まあタワマンらしいコーナーサッシですと。で、まあ部屋は私的には結構ギリギリ、
です。面積的には。本当はもっと欲しいです。80以上とかあったら最高なんですけど、まあ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 、74ぐらいでもっていうところでギリギリ OK かなっていう中で、リビング横の洋室ウォールドアを開放すると広めの 2L としても使えるので、まあ、使い勝手いいかなと。で、全部の部屋に窓があって、どの部屋も眺望抜けてきます、まあ、回数によりますけど中層階以上買えばですね。で、コーナーサッシのそのちょうど正面のところに中央公園があるので、緑を借景にできる、眼下に収めることができる。あとは細かい部分でいくと、まあ私のこだわりでいくと、トイレが居室と面していないっていう、水回りの位置もいいなってとこです。まあ100平米男のゴージャス茂野さんからすれば狭いわってなるでしょうけども、ゴージャス茂野さんそもそも5人家族なので、それは100平米欲しくなって当然っていうところではあります。自分としてはギリギリ OK ラインで、間取りがかなり好みでした。そして次は価格ですね。これは大事ですね。もちろん価格が現実路線っていうところで、無印プラドタ相模大野が坪単価350万くらいで動いてる中で、今回新築で築年数差もありますけども、平均の坪単価で380ほど、先ほどの L タイプ380出すとかなり上いけちゃいますね。平均380ぐらいっていうのは、周辺相場から見た時もそんな無茶な設定ではないと。で、それはもちろん都心から遠いので、それはそんな強気に出れないっていうのはありますけども、結局都心から結構距離あるので、中古費検討者からすると、あ、いいマンションだね、いい立地だね、いい街だねってなっても、あの距離感で二の足踏んじゃう方はかなり多いはずですので、まあ、それもあって周辺相場と比べてもあんまり高値追求していないっていうところで、そこは価格に反映されてる分、中古位検討者でその距離感飲める方からするとむしろ嬉しい設定っていうところです。で、あとはこれはもう個人的なお財布事情ですけども、8500万くらいですと、私の場合は結構支払い面にゆとりがあって、まずゆとりってことなんですが、楽ではないんですけど無理はしてないなっていうところで、今の所有物件のこう含み益に頼らず心配なく購入できるってことです。私はもう20年弱マンション買ってきてるので、その含み益っていうのはやっぱありますので、それを入れれば全然オークションとかもいけますけども、それは含み益を頼っていけるっていう形になるので、例えばワールドタワーレジデンスとか三田ガーデンヒルズとか、あの辺だともう含み益に頼って買うみたいな感じになっちゃう中で、8500万だとその含み益を無視して普通に住宅ローンっていう支払い、維持費合わせた支払いだけでその無茶してないので、含み益は別で、それなりにゆとりがあると、楽ではないんですけど、なので私的に購入が非常に現実的と、含み益に頼らないので無理してないと。あと、まあ、維持費、管理費は、あんまお安いマンションではないんですけど、うち廊下各階ゴミ置き場とか、24時間有人管理とか、共用施設とかありますので、まあ、平置き駐車場の割にはちょっと高くは感じましたけども、ただまあ、サービス面があるので、コンシェルサービスはないんですけども、まあ、各階ゴミ置き場、うち廊下っていうだけでも、かなりいいところですので、そこは満足度で回収できるかなってところです。まあ、で私自身はマンションマニアなんですけども、他にもお金かかる好きなことがあるので、結構住宅費では無理はしすぎたくないかなと。もちろん20代の頃はそうもいかなかったですけども、38歳っていうのもあるんで、あんまりこう無茶はちょっとなというところもありますので、なので本当にちょうどいい価格帯っていうところになってきます。安いとは思わないですけど、自分にとっては良い買い物になることがこう明らかな金額帯でものっていう形です。そして最後、これ最後にします。後悔したくないから、この言い方で正しいと思います。もう思ったことっていうところに行くと、もうそこですね。今パッと出たところで行くと、後悔したくないからっていうところです。で、冒頭でも同じような話をいたしましたが、
マイホームにはなるので、私もそのマイホームでめちゃくちゃ儲けたいとは思わないですね。いつもお伝えしてるとこですけども、 A マンション B マンションで迷った時に A マンションの方が絶対値上がるぞと、でも自分は B マンションの方が住みたいんだ、住みたい街なんだってなった時は私は B を買うんですね。だから資産性リセールバリューの優先順位は一番てっぺんにあるわけではないんですけども、でも資産性は無視したくないっていうところになっていきます。なんで本当にこれは住みながら投資っていう言葉を嫌う方がいらっしゃるのも本当にわかります。マイホームだぞと、何マイホームに資産性をと、それわかるんですけども、私はそっちにはいけないんですね。優先順位1位じゃないけども、マイホームに資産性は求めます。プラウダー相模大のクロスであれば、まあ、残債割れのリスクは低いかなと思います。ただここが本当大きいポイントで、まあ、これはいつもどの物件買うときもそうなんですけど、リセールバリューはある程度気にするんですけど、将来どうなるかなんてわからないわけですね。だって 2,3 年前だってここまで上がるとは思ってなかったので、 2,3 年前は明らかにこうコロナ禍でマンション価格安くなって、あ、今買いだなと、それは買いだなっていうのは分かりだとしても、ここまで上がるとは思ってないですので、なので将来どうなるか分かんない、逆のパターンだってあったはずですので、コロナ禍、あ、安いなと、ちょっと弱気に出たぞ、さあ買いだ、でも 2,3 年がもっと下がっちゃったってパターンだってあったわけなので、だから将来のことは絶対的なことはわからないんです。だからこそなんです。もう本当ここ大事で、だからこそっていう、後悔したくないっていうところでいくと、その好きな街のナンバーワンマンションに住んでるっていう満足度の高さがあると。で、ここポイントになってくるんですけども、支払い面に無理がないので、じゃあ例えばですよ、2、3年後なんかめっちゃ市況悪化しましたと、なんか2、3割下がったぞと。おーってなった、市況悪化した時にマイホームなのでそのまま住み続けることが当然できると。でも無理して買って市況が悪化したり、あとは金利が上昇したりで支払いが追いつかないとマイホームを手放さなくちゃいけないみたいな、私はそれは絶対にしたくないと。なのでマイホームで一番怖いのは、こう市況悪化とか金利上昇で資産性、物件の価値、価格が下がることが一番怖いんじゃなくて、大好きなマイホームを手放したくないのに金銭的な事情で手放さなくちゃいけなくなっちゃうって、これが一番怖いと。これはいつもご相談様にお伝えしてるんですけど、一番怖いのはそれだと。なので、まあ、第三者へのアドバイスも、お客、まあ、相談様自身が無理してでもいいものを買いたいって言ったら、もうそれはそれに合わせてご紹介しますが、こちらからのご提案としては基本的には無理をさせないっていうのは、そういうところに尽きるっていうところになってきます。まあ、ただ20代の時は結構年収のかなり10倍とかやってないですよ、その弱ぐらいは言ってたので、でも20代若い人は無理してもいいんじゃないでしょうかってなりますよね。そこは最初に買ったのが20歳なので、その時との年齢差違うので、20歳の無茶と40手前の無茶は全然わけが異なりますので、なのでこうどんな市況になったとしても、 2,3 年後上がってようが、そのままだろうが、下がってようが、好きな街のナンバーワンマンションに住み続けられるっていうことで、もう後悔のしようがないんですよ。ここなんですよね。ここ本当大事です。もう私はこれで買ってきて後悔したことないですから。で、手放したくないようなマンションっていうのは、こう別のなんかご縁があって、他に、こう他のマンションを街に住み替えるってことになっても価値つきやすいので、まあ、なんかこう手放したくないような物件を選ぶと自然と資産性もついてくるんじゃないかなというところになってきます。なので、まあそういったところを含めて、まあ私はプラウター相模大のクロスかなり気に入ってるっていうところです。
後悔のしようがなくないですか。だって好きな街のナンバーワンマンションですよ。この買い方本当におすすめです。市況悪化した時に売らなきゃいけない状況にならないような資金計画にすればいいっていうところですね。そして長く住めるものを買うと。まあ、ちょっともっともっと語りたいことはあるんですけども、もう30分ぐらいですねなってしまいますので、この辺で締めさせていただければと思います。私ごとにお付き合いいただいて本当にありがとうございます。私もありがたいことに年間100件以上のこうマンションをですね見学させていただく中で、やっぱ数件は欲しいと思う物件に出会うんですよね。ただそれらが買えるかはタイミング運次第というところになってきますね。ということで、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いつも本当にありがとうございます。まあ、マンション価格高騰で、さらには供給数も減少で、ここから 1,2 年で出てくる新築は絶対高いぞというような、時代になってますけども、こう住みたい街、そして住みたいマンションにですね出会っていただけるように、これからもですね情報発信をしてまいりますので、ご覧いただければ幸いでございます。そして少しでも参考になることがあったという時は、まだの方はチャンネル登録もいただけたら本当に嬉しいです。参考になったのでもちろん結構でございますので、やりがいにつながります。またいいねなんかもしていただけたらですね本当に嬉しいです。あと、私マンションマニアにもし直接相談したいという方いらっしゃいましたら、ぜひ個別相談会をお越しいただければ私が直接アドバイスをいたします。しっかりとヒアリングした上でですね、最適解となる街マンションをこうご提案させていただきます。もちろん欲しいマンションが決まっている場合は、そこに対してのアドバイスも可能です。それでは失礼をいたします。ありがとうございました。